西浦壮太は、熊本県八代市出身のプロ野球選手、宇藤左打。八代市立京生部小学校3年生時に、南式の小川キングリバーズで野球を始め、6年生時には福岡ソフトバンクホークスの、ジュニアチームで、n p p 1 2球団ジュニアトーナメントに、出場している。鏡中学校時代は、公式の熊本北リトルシニアに在籍し、3年生時には、 第2回1 5優野球ワールドカップの日本代表に選出された。明徳義塾高等学校では1年春から公式選出場を果たす。1年夏の高知県大会でも20人のメンバー入りし、チームは優勝し甲子園出場を果たしたものの、自身は県予選の不振により、甲子園本選の18人メンバーから漏れた。1年秋からはレギュラーに定着し、 二年春から三年、夏まで自身計四度の甲子園出場を果たした。二年春の選抜は三番、右翼手として出場するも一回戦で、龍谷大平安に敗退。二年夏の選手権では主に三番、一塁手として出場し、三回戦の影な戦で満塁本塁打を放ち、準決勝で今井達也を養子優勝した、作新学院に敗れたものの、 ベスト4の成績を残した。3年時は3番、右翼手に戻り、春の選抜では1回戦で、セ美ミ幸太郎を擁する早稲田実業に敗退。3年夏の選手権では2回戦で、前橋育英に敗退。甲子園4大会通算で33打数12、アンダ6打点1本塁打の成績を残した。高校時代のチームメイトとしては1学年先輩に、小賀雄大。 一学年後輩に市川祐太がいる。2017年度ドラフト会議でオリックスバファローズから六位指名を受け契約金3000万円、年俸480万円の条件で契約を結んだ。背番号は零々となった。2018年10月1日に初めて一軍出場選手登録されると、同日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で8番右翼手の先発として、 プロ初出場。5回表の第2打席で、藤平昇進から右前にプロ初安打を放つと、そのままプロ初投類となる二投を記録した。2019年は、オープン戦から2番中堅主候補としてスタメン起用され、オープン戦16試合で打率16。161.56打数で15三振を喫した。一方、3月8日の対読売ジャイアンツ戦で、 菅野智之から3点本塁打を放つなど、429の得点圏打率と12球団4位体の12打点を記録した。開幕一軍メンバーに選出されると、3月29日の開幕戦北海道日本ハムファイターズ戦において2番、中堅守として、自身初の開幕スタメンをつかみ、プロ初打点となる敵地打を含む2安打を記録した。8番、 中堅士として出場した5月10日の楽天戦で、青山浩二からプロ初本塁打を記録した。10代での本塁打は、オリックスでは1993年の鈴木一郎以来だった。シーズン通算では打率、195と打撃に課題を残しレギュラー定着は果たせなかったものの、十七試合出場と前年から大きく出場機会を伸ばし、八盗塁に加えて、 チームの外野手トップの7補撮を記録するなど、走塁、守備に存在感を発揮した。シーズン終了後には、オーストラリアウィンターリーグのメルボル運営シーズンに派遣された。ウィンターリーグでは打率、326、3本類打、11打点を記録し、11月末から12月初めに、かけては、打撃好調で、週間ベストナインを2週連続で獲得した。 2020年は7月16日に初めて一軍登録されたが、二度の登録抹消を経験。シーズン最終盤の11月に4度目の1、軍昇格となり、2試合連続安打を放つも、試合中に力が入らないほどの激痛に見舞われ、左大腿骨頸部を疲労骨折が判明し、登録を抹消された。関西の医療機関にて検査を行ったところ、特定疾患である。 両側特発性大腿骨頭へ死傷であると診断された。この事実は11月26日に公表され、また、球団が翌年の支配下選手契約を行わないことも発表された。12月2日に自由契約公示された後、同月8日、育成選手としてオリックスと再契約を結んだ。背番号は125に変更となった。12月21日に、 京都市内の病院で骨盤を骨頭へ移植する左大腿骨頭相破手術を受けた。2021年は2月3日に右大腿骨頭相破手術を受けた。4月17日に退院し、8月には打撃練習の様子を公開するなど復帰へ取り組んでいたが、病状の悪化を受け現役引退を球団に申し入れ、9月24日に現役引退を自身の SNS で公表し、 球団からも発表された高校時代に遠投で110メートル、50メートル走で5秒9を記録した肩力、脚力を生かした守備走類が持ち味。鏡で見ながら理想の体型を作るのは楽しいですと、高校時代から半ば趣味として筋力トレーニングに取り組んでおり、高校在学中には背筋力270キログラムを記録し、 オリックス入団直前の身体測定では体脂肪率4.9%と測定された。プロ入り後の課題として打撃面を上げており、プロ1年目の2018年、2年目の2019年ともにシーズン終了後の目標として体重を増やしたいと自身の希望を語った。愛称はニッシー。2020年11月に国の指定難病である 独発性大腿骨頭へ死傷と診断された際、なんだその病気と思い、担当医からは、8割強、野球には復帰できないと宣告されたが、恐怖心を抱いたり、落ち込んだりはしなかった。球団から病気の事実が公表された後は、同じ病気を患う人たちから、多くのメッセージやアドバイスが届き、気持ちが楽になったという。育成選手として、 再契約を結んだ契約公開の場では、復活した人がいないなら、僕が一番最初に復活してやろう。僕が復活すれば、希望が持てると思うと非常に前向きな発言をしていた。ありがとうございます。